ははい、えー、どうもこんばんばフレットの恐竜チャンネルです、えー、今回はですね少し前に購入した、えー、と恐竜フィギュアの、えーとまあ、セットというか、えー、とフリマサイトの方でね買った恐竜のロットを開封していきたいと思いますはい、えー、恐竜動画ねたくさん撮ってるのでぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますはい、えー、というわけで見ていきたいんですがこんな感じの箱ですね結構重たいんですがまあどんな感じなのかね見ていきたいと思いますはい はい、えー、というわけでね、開けていきたいと思います。はい、えー、開封すると、こんな感じのラインナップですね。恐竜たちがぎっしりと入っています。はい。 えこちらはですね、えっと何のシリーズかっていうと僕もあんまりわからないんですが、ちょっと前にね紹介したえっとこちらのえっとなんかこうユニコーンみたいな感じの色合いの恐竜フィギュアたちですね。こちらのシリーズと多分同じやつだと思います。ただですね、色合いが違ってて、さらにこのシリーズの中には入ってなかったものもあったのでえっと購入した形になりますね、は。い えー、というわけで、えっと、見ていきたいと思います。はい。まずは、こちらですね、えー。ステゴサウルスになります。はい。ざっと見ると。 こんな感じですちょっとね背中の板が曲がっちゃってますけどはいこんな感じになってますえー、これはね結構僕が好きなステゴサウルスのフィギュアでえっ、ー、と以前ねあの中華サイトで購入したステゴサウルスもね、えー、と同じ型だったんですよねはいただ今回のものはちゃんと色がついてるのでまあ、そこはだいぶポイントが上がってるんじゃないかなと思いますねはい まあこんな感じの色合いになってて、えっと、元になった造形物が多分あると思います。えっと、クオリティがね、結構高いので、はい。えー、こんな感じですね。まあ足がね、右足の方がちょっとこう、くねっている感じで、す。そこがかっこいいですね。はい。 えー、こんな感じになってます。色はですね、下の部分に青色が入ってて、黄色っぽい色と茶色と赤っぽい色がね、えー、とついているような形になりますね。はい背中の板もね、一応互い違いに並んでるので、まあ、そこもいいですね。はいまあこの手の大きさのステゴサウルスの中では、まあいろいろフィギュアありますけど、その中ではね、結構あの、造形自体はね、クオリティ高い方だと思いますね。はい はい、えー、次です、ディメトロドンのフィギュアですね、はい、えー、こんな感じになります。ちょっとね、今、手元でパッとは出せないんですが、えっ、ー、とディメトロドンといえばねあの、シュライヒが原型のものがあったんですけど、そのディメトロドンと比べると、ちょっとあの造形が違いますよね、はいなんかこう、全体的なプロポーションがあのカエルっぽいというか、はいそんな感じになってますね。はい 色はですね青っぽい色ですね、はい。こんな風になってます。で背びれの方が茶色と黒が、ねうん、ついていますね。はい、足がですねこうガニ股ではなく直立になっててかなり敏昇に動きそうな感じの見た目をしていますね。次ですねブラキオサウルスになります。 えーこれもですね前回のその恐竜フィギュアシリーズの方にもあったんですがそれに比べると結構重量感があるんですよねまあ動画では伝わらないんですけどはい、えー、こんな感じになってますねはい。 そしてですね、プラスチックも結構固めですね。まあ、首はふにゃってはするんですが、ボディの方はかなり硬いです。はい、こんな感じになってますね。これもね、元になった原型物があるかどうかは謎なんですが、はい、まあこんな感じになってます。造形もまあまあリアルだと思いますね。はい。色はですね、オレンジっぽい色に、えっ、ー、と、黒っぽい色がね、まあ数箇所ついている感じですね。はい、えー、こんな風になってます。 皮膚の感じも結構リアルですよね。はい。どうでしょうか。このなんかこう、なんていうかな、もろ虫類っぽい感じのね、あの、皮膚がね、すごいかっこいいですね。はい。足の裏もしっかり造形されてるので、そこもポイント高いですね。はい。まあ、このブラキオサウルスは顔がイマイチな気がしたんですが、うんまあ前回のものに比べるとね、まあ、色もついて,てちょっとマシかなっていう気がしますね。 はい、えー、次です。ドラコレックスのフィギュアですね。はい、こんな感じになります。多分ドラコレックスだと思います。もしかしたらパキオロサウルスかもしれないですね。はい、えー、こんな感じです。フリルのね、えっと、フリルというか、この頭の、なんていうんですかね。あの、石頭の部分の周りのね、えっと、トゲが結構発達しているので、ドラコレックスかなと思ったんですけど、ちょっとわからないですね。はい。 指がね5本ありますねはいこんな感じになってます色はね黒っぽい色にえっ、ー、すいません落としましたえっ、ー、と、茶色っぽい色がねついているような感じですね目は赤色になってますはい結構強そうですねはいこんな感じになってますねはい、えー。次ですね、えー、イリテーターかバリオニクスかスコミムスか何かだと思いますねはい。 これもですね、結構造形がしっかりしてて、まあ、前回のシリーズにもあったんですけど、ちゃんとね、色がついてるので、あ、あのー、ポイントは高いですね。はい、えー。こんな感じになってます。口の中の葉の部分のね、塗装はちょっといまいちなんですが、ボディの方の塗装は非常に綺麗で、この鱗の間のね、黒っぽい感じとかが、すごいかっこいいですね。はい。こんな感じになってます。 で、まあ、スピノサウルス科の恐竜としてね、こんな感じのこの、なんと言いますか、この細長いね、えっ、ー、と、顔っていうのも結構かっこいいですね。はい。えー、次です。ティラノサウルスレックスですね。はい、こんな感じです。これはね、ちょっと初めて見るフィギュアですね。はい、こんな感じになってます。えーと、視線はね、ゴジラ立ちではなくて横向きな感じで、 どうでしょうかまあ、あのー、顔つきもね、まあ、そこまで悪くないかなって感じですけど、めちゃくちゃかっこいいかと言われると微妙な感じですね。あの、FY ダイナソースのね、T-Rex とかの方がね、まだかっこいいかなっていう気はしますね。はい。あと、目の塗装があれかなはい。えー、こんな感じになってます。色はね、茶色っぽい色に緑っぽい色、そして黒っぽい色がついてて、目の部分が黄色っぽい色ですね。はい。こんな感じです。 そして、まあ、T レックスといえばこいつですよね。トリケラトプスになります。はい。こんな感じですね。えこちらの方はですね、多分、シュライヒかなシュライヒのトリケラトプスが多分元になってると思うんですが、まあ、あのー、クオリティ自体はね、だいぶ高いですね。はい。これも前回のあの、ピンクっぽい色のね、テ T レックスというか、このシリーズの中にね、ありましたね。はい。ちょっと別の場所に置いているので、パッと取りに行けないんですよね。はい。 えーという感じなんですがはいこんな感じになってますねはい色はね茶色というかオレンジっぽい色ですねそれにえっ、ー、とー黒っぽい色がねついていますねはいこんな感じになってますはいどうでしょうかはいそしてこれも初めて見ますねポラカントスかな多分ポラカントスだと思いますはい だからね、海外の恐竜フィギュアシリーズというか、あの、前回ね、あの、去年ぐらいに出たあの、恐竜フィギュアのシリーズの中で、これ以外にあの、発売されてない方っていうのがだいぶあるんですよね。その中にサウロペルタがあったのを覚えてるんだ。サウロペルタじゃない。ポラカンティスがあったのを覚えてたんですが、それと同じ造形かなちょっとわからないんですが、一応これが入ってましたね。はい。これはじっくり見たいと思います。はい。ぐるっと見ていくと。 こんな感じですね全体的にあのトゲがついてるんですが特別長い、あのー、トゲがサウロペルタみたいにあるかというとそういうわけでもなく、まあ、エウロプロケファルスとかキロサウルスとかサイカアニアみたいにこう尻尾にね大きいこん棒があるわけでもないのでまああのー、強さ的には微妙なラインかなって感じですかね、まあ、だからこう日食恐竜が来て の襲い方によってひっくり返されたらちょっとね、あのー、負けかなって感じですね。はい。ただまあ、こうしている分には結構強いんじゃないかなと思いますね。はい。色はね、茶色っぽい色ですね。に焦げ茶がね、えっ、ー、と、4箇所ぐらいついてますね。目に赤い点があるんですが、ちょっとね、あのー、跳ねちゃってますね。はい。 そして、えー、こちらですね。僕が一番好きな、えー、ギガノトサウルスのフィギュアになります。はい。これがね、あの、前回一応入手はできたんですが、まあ、ピンク色っぽい色だったんでね。あのー、この色がね、あのちゃんとした色のやつが入手できてよかったですね。はい。ただまあ、全体的に見ると結構暗めの色ですね。はい。で、下がね、あの、一応こう伸びているような感じなんですが、まあ、あのー、 浮いてるような感じにするのが難しかったからかちょっとあの浮いてる部分も含めて一体型になってるんですよねはいなんですがそこがねちょっと塗装がいまいちというか造形がちょっと変というかねあのそこはちょっとマイナスポイントですかねはいただまあ全体的な鱗の感じとか、まあ、ギガノトサウルス特有のこのトゲトゲしい感じとかはねちゃんと表現できてるんじゃないかなと思いますねはい 下を見ると結構この黒っぽい色ベージュがベースになっててそこに黒っぽい色が塗られている感じのねこの鱗の部分が結構表現がねうまいなと思いますねはい目の部分とえー、っと口の中が赤色で、えー、っと歯の部分が白いんですがちょっとね塗装が荒いですねはいこんな感じになりますはい そして、まあ、変わり種ですね。アラシャサウルスか何かだと思いますね。テリジノサウルスかなちょっとわからないですけど、こちらが入ってました。これも結構見かけますよね。海外のチープトイレだとかなり、えー、見かけるような印象がありますね。はい、えー。こんな感じになってますね。はい。どうですかねなんかこう、フィギュアをね、紹介するときに、こう、回転させながらもしたいんだけど、 なんかそれが難しいんですよね。あのトランスフォーマーとかレビューされてる方だとこう車をこうくるって回転してそれやりやすそうだなと思って見てるんですけど恐竜フィギュアだとちょっと難しいんですよね。はい。まあ、このテーブルの上に置けばいいかな。はい。まあいいや。はい。そんな感じですね。はい。 えー、こんな感じになります。えっ、ー、と、色はですね、オレンジっぽい色に、えっ、ー、と、下の部分にね、水色がついてますね。はい。かなり鮮やかな色合いになってますね。はい。えー、こんな感じになります。はい。あとは黒っぽい色ですね。はい。まあ、このトサカがね、結構独特というか、トサカがない方がね、テリジノサウルスっぽいかなって気がするんですが、まあ、これはフィギュアの独特の解釈ですかね。 でここにも羽毛があって、尻尾にも大きな羽毛がありますね。はい。ただ、ボディの方にはそんなに羽毛がある感じではなくて、一応上っかにはありますけど、はい、こんな感じになってますね。どうかなここは皮膚なのかなはい、えー、こんな感じになります。ここにちょっと、あの、青い塗装がついちゃってますね。はい。 そして最後ですね、スピノサウルスのフィギュアになります。はい。えー、こんな感じですね、えー。こちらもね、前回のシリーズと一緒だったんですが、なんでティラノサウルスだけこっちの仕様になったか謎ですね。はい。まあいいや、こんな感じになりますね。はい。色がですね、えー、っと結構黒い、暗い色ですしね。はい。オレンジ色に、えー、っと緑っぽい色。そして、水色に、えー、っと、 何色かなちょっと茶色っぽい色ですかね。はい目は黄色ですね、はい。これはね、歯の塗り分けが結構綺麗ですね。さっきのスコミウムスっぽいやつと比べると、えー、結構色分け自体は綺麗なんじゃないかなと思いますね。はい、えー、こんな感じになります。どうですかね ?T レックスとスピノでこう、ジュラシック・パークスリーフに並べるとこんな感じになりますけど、どうでしょうか大きさ的にはちょうどいいんじゃないですかね。はい元々これ 2体が同じシリーズだったのかな。t ッ e x がね、まあ、あの、こっちの方とは違うんで、なんで、塩を変えたかは謎なんですが、皆さんはどっちが好きですかね。僕的にはこっちかな。はい。ただね、こっちもね、結構細身なんで、えー、そこはマイナスポイントかな。はい。というわけで、スピノサウルスに戻りたいんですが、多分これは、あの、 パポーシャのスピノが元になってるかなって勝手に思ってるんですけど、何が造形物の元かは謎ですね。はい。で、まあ、下側にね、こう、線が入ったくさん入ってるんですが、ここはちょっとワニっぽいですね。はい。この首の下にも一応細いのが入ってますね。はい。こんな感じになります。はい。まあ、いいですね。はい。 えーというわけでね今回は以上になりますえー、というわけでね、えー、と手前の方に今回出てきた恐竜たちを並べて、まあ、よかったものをピックアップしたりまあ比較とかを行ってね動画を終わりたいと思いますよしょっと、まあ、今回結構いろいろなバリエーションの恐竜がありましたねはいただちょっと自立しづらいものもありますね 今回、珍しくですね、あの、ゴジラ立ちの恐竜っていうのがいなかったので、まあそこは結構現代風なイメージでいいんですが、どうですかね、あのー、自立させづらいやつがやっぱいると、ちょっとね、まあ大変なんで、はい。まあ基本僕、恐竜のフィギュア箱に入れてるんでね、まあいいんですけど、はい、えー、っていう感じですね。はい。えー、というわけでね、今回出てきた恐竜はこんな感じでした。はい。 まあ、いって、恐竜じゃないやついますけど、えー、とディメットロドン、ブラキオサウルス、パキケアロサウルス、ええー、なんだっけ、テリジノサウルスっぽいやつですね。はい。ティーレックス、えー、ポラカントス、えー、スピノサウルス、スコミムスかイリテーターみたいなやつ、えー、トリケラトプスにギガノトサウルス、そしてステゴサウルスということでね。 えー、結構い,ろいろなバリエーションの恐竜たちが出ました、はい、なんかこうセットによってはねあこの恐竜出てないみたいなのがあったりするんですがそういうのはなかったですね、はいえー、という感じですかねはい、えー、個人的に良かったものはそうだなあのー、どれだろう、まあ、まずギガノトサウルスですかね、はいまあ、これは造形自体が結構いいと思うんでね良、はい、かったですね すごいかっこいいですよね。はい。正面から見るとそんなに違和感はないかな。横から見るとこの下が浮き出てる部分がちょっと違和感を感じますね。はい。あとは、えっ、ー、と、このスコミムスみたいなやつですね。はい。えー、こんな感じですね。はい。これは塗装も結構綺麗でしたね。はい。ただ、刃の部分がね、こっち側見るとちょっとイマイチかな。はい。あとは、えっ、ー、と、ま、スピノもまあ良かったですね。はい。 あと、これかなポラカンテスみたいなやつですね。はい、えー。こんな感じです。はい。これは初めて見ましたね。はい。あと、ドラコレックスですかね。パキオロサウルスの可能性もありますけど。はい。え、ブラキオサウルスですね。これは結構重量感があってよかったです。はい。あと、ディメトロドンに関してはね、僕は、あの、前回のね、えっと、シュライヒか何かの あのの造形物をパクっってるやつの方が好きだったかなはいちょっとね直立歩行すぎる気がするんではいっていう感じですかねはいちょっとね最後にサイズ比較の方をね行ってえ終わりたいと思いますはいまずですねえっ、ー、とこちらですね「アニアニマルアドベンチャー」のアンキロサウルスですねはいそしてえっ、ー、とみんな大好き恐竜ワールドジュニアですねはい で、えー、恐竜フィギュアですね。はい。で、その後に出た FI ダイナソースですね。はい。 ちょっとあとねこの2体も入れたいんですけどちょっとカメラに収まらないんでやめときます。はい、まあこのシリーズと大体同じぐらいの企画って思ってもらえればいいんじゃないですかね。はい、まあ、あのー、このね、えー、鎧竜系統と比較してみると分かりやすいと思うんですけど一回りぐらい大きいですね。はい、まあアニアと比べるとちょっと大きいかなっていう印象は受けます。はい、でえー、っとまああのー。 大体恐竜ワールドジニアと FY ダイのソースとね同じぐらいの企画かなと思ってもらえれば、えー、いいんじゃないですかねはい、まあ、恐竜フィギュアはねモチーフになったフィギュアがちょっと特殊なので、まあ、比較用として置いていいかもちょっと怪しいんですがえー、まあだいたい同じぐらいと思ってもらえればいいですかねはいただまあモチーフになった恐竜を考えるとちょっとね恐竜フィギュアの方が大きい気がしますね、まあ、だいぶ大きい気がしますねはい えーという感じでしょうか。はいえー、というわけでね、今回はえっとフリマサイトの方でね買った恐竜フィギュアセットのね紹介をしていきました。えー、これね、実はもともとアリエクスプレスとかで売られてるんですよね。はいまあ出品者さんが、前の出品者さんがね、どういう経緯で入手したかちょっと謎なんですが、えー、まあ、あのー、もともと まあ中華サイトとかで売られているようなものになります。はい。でね、1体多分300円から400円ぐらいで、プラス送料がかかる感じなので、まあ、全体的に2000円切るぐらいで買えたので、まあ、あの、お得だったかなというふうに思いますね。はい。まあ、今回ね、紹介した恐竜フィギュアたちはね、あの箱に入った恐竜フィギュアシリーズで、まあ、紹介予定なので、まあ、有効利用ね、有効活用できるかなというふうに個人的に思ってます。はい。 えまあ個人的にね、まあ、あのこのフリマサイトで買った恐竜フィギュアシリーズは結構好きなので、えー、今後もねやっていければいいなというふうに思ってます。はい、あとは出品室さんがね、あのー、箱をちょっと開けやすくしてくれてたので、そこも良かったですね。はいえー、という感じでしょうか。はいえー、というわけで、今回は以上になります。はい えー、僕のチャンネルではね、恐竜フィギュアの紹介動画を、えー、すごい、まあ、大量上げてるの大量に上げてるので、えー、よければね、恐竜好きな方、えー、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。はい、えー、今日はそんな感じですかね。はい、えー、というわけで、えー、今回ご視聴ありがとうございました。えー、こちらの方からね、関連動画もいろいろ視聴してみてください。はい、えー、というわけで以上です。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。よしと。